22日サッカーパリゴリンアジア最終予選兼由23アジア杯1次リーグ B 組日本0の1韓国ドーハ途中出場した MF 松木成 FC 東京は内容は後半押し込んだ時間帯もあったがそこで決めきれずにこういう結果になってしまったので悔しいと歯がみした B 組首位通過をかけた一戦だったが 8大会連続の五輪出場を目指す日本は韓国に0対1で敗れた。2勝1敗の勝ち点6で B 組2位となり、25日に行われる準々決勝で A 組1位の開催国カタールと対戦することになった。やっぱ負けられない相手だったし、自分たちも絶対1位突破をするという気持ちを持って臨んだが、セットプレーでやられてしまった。 今日のような硬いゲームだからこそのセットプレーの攻守の重要性は、選手は重要視していたと思うが、そこからの失点、と後半30分に許した先制シーンを悔やんだ。ベンチスタートとなったが、韓国も良いブロックを組んでいたので、攻撃のバリエーションはなかなか引き出せないのかなと思っていた。自分が入ったら、裏抜けやクロスに入ることは意識しようと思っていた、と振り返った。 アジアの出場枠は3、も次のカタールとの準々決勝に勝利しないと、パリ五輪出場が夢と散る。次も勝たないと、トーナメントなので敗退してしまう。自分たちは絶対にパリの切符をつかめるように、強い気持ちを持って。開催国になるが、アウェーの中、しっかりと日本に勝利を届けたい、と自分たちに言い聞かせるように決意を語った。パリ五輪は 3位までが本大会出場権を獲得し、4位はアフリカギニアとのプレーオフ2回。